FC 岐阜です。ゴールキーパーは茂木、4バックは石田、甲斐、野沢、小川、中盤の4人が今シーズン公式戦初スタメンです。上野、そして庄司と青木のドイツボランチ、左に荒木、ツートップが藤岡と田口です。それではアウェーチームのラインナップご紹介します。中三川監督が指揮を取る岩手グルージャ盛岡です。ゴールキーパーが大久保、3バックは2試合前の組み合わせとなりました。大和、深川、佐古、3列目に宮市、湯気、新座と小暮、2列目が西と豊田、ワントップにオタボーケネスが入ります。甲斐は大きなボール、なんとか小暮が触りました。上野は小川に任せて、上野もう一度受けます。青木からのロングフィード、宮市中途半端、田口がフリックを落としてシュートだ。藤岡で取りました。先制は FC 岐阜、前半の6分です。ホームのリーグ戦ではこれで3試合連続となりました。藤岡康介、早々の先制点で、まあ、これですでに昨シーズンの3ゴールを超えて今シーズン4ゴール目となりました。逆サイドを見ています。低弾道で外に送りました。今は宮市が右、そして小暮が左にいます。藤岡を収めた、左をつきます。大和と入れ替わった、上野、中は2人です。上野左足打った、大久保が抑えました。ここを入れ替わって、まあ、中も2人いましたが自らのシュートを選択しました。まあ、鳥取戦ではできなかった前からプレスに行く、まあ、そういった姿勢は前節見せることはできたんじゃないかと話しています。オタボーが抜ける、オタボー折り返す、足で触りました。茂木、クリアボールが中央に行きます。湯気、スルーパスでオタボーが抜けてチャンスになろうかという岩手でした。湯気がここで受けます。少しゆとりあって柔らかいクロス、オタボーケです。第2節にはヘディングでゴールも取っています。オタボーケネス、ニアサイドに入れてくる、ヘディング、藤岡のヘディング、大久保がしのぎました。サイドを変えようとしましたが引っかかります。前を向いた田口、田口のシュート残っています。田口、大久保がしのぎました。田口にとっては今日一番と言ってもいい大きなチャンスを迎えました。岩手の後半のメンバーを今ご紹介しています。後半に向けてはシャドウの位置、足立を入れてきました。入れ替わってオタボー、走り出した足立、右を使います。宮市戻してオタボーのダイレクト、茂木が止めました。フルス対戦の回、ワンタッチで預けます。荒木リターンをもらう、荒木が出ていく、振り切った荒木、中は3人です。荒木持ち込んで、ここはよくついていきました。 PK、 ハンドです。 PK を取りました。藤岡逆をついた、追加点は FC 岐阜、今日2点目を取りました。藤岡決めたゴールの真裏に FC 岐阜サポーター、大きな追加点になりました。 FC 岐阜、岩手もプレスに出ますがこれをいなしていく、出ていった小川、仕掛けることを選択しました。西谷、うまく前に置いた、縦パス、
前を向いた藤岡のミドル、なんとハットトリック、藤岡浩介圧巻の存在感です。ここで引っ掛けた荒木、相原、外にかわす相原、マイナス、荒木に渡した、右足、わずかに右でした。小川です、ゴールに向かってくる、3人前に出ていきます。岩手加速してスルーパス、流れた、1対1、キリです、キリ、左足こぼれている、なんとか1点返しました岩手。気持ちを見せましたキリ颯太です。待望の得点が来ました。ここで入れ替わってキリ、庄司が後ろから追走、ここで庄司が跳ね返ったボール手に当たっていました。ですのでゴールはキリではなくオウンゴールという形になるようです。西、スペースを見た、走り出した小暮、中も入っています。ムンにタイトに疲れました、鏡引き取った、速いクロス中央へ、貝が跳ね返します。これをしのいでゲーム終了。 FC 岐阜、藤岡のハットトリックをもって3対1で勝利しました。岩手は今シーズン初勝利とはなりませんでした。